皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回は なんとガナー雅子さんをお招きいたしまして、今のアメリカの現状等々についていろいろとお話を伺ってみようと思います。ガナーさんこんにちは。はい、こんにちは、ガナー雅子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに今ガナーさんどちらにおいでになるんですか？はい、私は今アメリカのバージニア州におります。バージニアっていうと東海岸、大西洋側ですよね。いやー、すごいとこ行ってますね。はい、ワシントン DC から運転しまして、はい、だいたい6時間ぐらいのところにおります。ああ、そんなにかかる。今そちら、ちなみに時間は何時ですか？はい、こちらがね、今午前10時なんですよ。はい、夜の8時頃になります。やっぱり時差もありますね。こっちが朝でそちらは夜っていう、そんな感じですよね。はい、そうですね。もうアメリカにいろいろ取材等で出られるようになって、かれこれもう1年以上経過しますよね。そうですね、通算して6、7、8ヶ月とかなると思うんですが、まあ、その間に別の国に行ったりだとか、日本に帰国もしました。はい、まあ、結構長くなっております。実際にこう渡米までして伝えようという強いやっぱり動機がおありになったと思うんですけど、その動機っていうのは、はい、いうあたりをまずお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？はい、まあ、私は今、自分の YouTube チャンネルの配信なんかをしておりまして、長くアメリカにいるもんですから、うん、もうアメリカかぶれになったのかとか、なんで日本に帰ってこないのかとかよく言われるんですけれども、まあ、これまで私は、まあ、沖縄で一保守として、日本の危機を沖縄から訴えると。こういうことでいろんな発信など活動してきたんですけれども、まあ、いろいろと勉強していくうちに、沖縄で抱えている問題、日本全体が抱えている問題というのは、単に日本だけで起きていることではなくて、世界的に同じ現象があると。それをまあ知りまして、その各国の保守が今立ち上がっていると。はい、そこでアメリカ大統領選挙、去年の大統領選挙の時期に渡米することで、そのアメリカの保守の人たちの戦いがどういうものであるのか、そして日本よりも危機が、まあ、深刻化していると思うんですが、で、それに対してどのように立ち上がっているのか、それを自分の目で見てこようと、そういうことで、まあ、アメリカに来たのが、まあ、第一の動機でした。第一の動機で、はい、ははは。実際にこう、はい、そのアメリカだけではなくて、まあ、いろんな国も行ってらっしゃるということなんですけども、それぞれの国の保守の皆さん方と、日本のいわゆる保守と言われている人たちの活動のこう違いっていうのは感じるものって何かありましたでしょうか？はい、そうですね、いっぱいあります。私の一番今思っていること、必要とされていることというのは、やはり日本だけじゃなくて各国の保守が同じ敵と戦っていると思うので、その連帯を作るのが大事だと思っています。まあ、そういう意味でいろんなつながりを作るっていうのも今、まあ、一生懸命やっているところなんですが、まあ、違いと言いますと、やはり一番私が身に染みて感じるのは、そもそも日本は立ち上がろうにも立ち上がるためのそのなんて言うんでしょうか、基礎的な国民の力っていうんでしょうかね、が足りないっていうのが一番思うところなんですよ。つまるところ、はい、戦後憲法が、まあ、GHQ によって押し付けられて、はい、国を守るということが欠落している憲法のもとに今国が成り立っているわけですよね。はい、そこで軍隊も持てない、まあ、自衛隊はあるわけなんですけれども、でも攻撃ではなくて防御だけというわけのわからないいいことで、まあ、成り立っていて、そういう意味で、私がその実体験として感じるのが、アメリカでは、いろんな、その保守的な活動をしている人、はい、いろんな方にインタビューしてきたんですけど、はい、こういった活動に携わっている人って、もともと軍人だった人が、圧倒的に多いんですよ。そうすると、情報戦、対マスコミ戦をするというときに、基礎知識があるんですよね。軍隊の中にいて、どうやってその情報戦を戦っていくのか、はい、あるいは軍事レベルで世界各国のいろいろな状況を見ながら自国の問題を
分析すると、そういうことができる人が一般国民にたくさんいるんですよ。この草の根の力があるかないかっていうのは本当に大きなことだと思うんですけど、そういう意味で軍隊のない、あるいは戦うことを否定されている日本にはないものだと思うんですね。そういう意味で国民のこの底力っていうのが、はい、あ、軍隊を持たないっていうことはこんなにも違いがあって恐ろしいことなんだなというのを肌で染みて感じます。よく日本はね、こう軍隊を持つことができない、これは憲法によって規定されてるんだということが言われるんですけれども、実は日本国憲法の第9条が規制しているのは侵略戦争をしないで、第2項としてその侵略戦争をするための軍隊はこれを持ちませんよというふうに書いてるんですよね。これは日本語の憲法もそうですし、英文のものも全くそういう表現になってまして、で実は世界中どこの国の憲法であっても侵略戦争をすることを認めるような憲法を持っている国ってないんですよね。でそういう意味では世界と同じこと で、一方その戦争っていうのは侵略戦争だけではなくて、いわゆる防衛戦争も当然ありますし、あるいは諸外国と協力して制裁戦争を行うっていうことっていうのもやっぱりある。つまり侵略をしないという制限付きで軍隊を持つ。その意味では現行憲法でも持とうと思えば持てるものだったと言えるんですね。ところがそれを戦後70年以上の間全くほったらかしにして、あえて意図して持とうとしてこなかった。さらに言えば教育の中で軍隊イコール悪だというような教育がなされるっていう、まあこれ大変にひどい状態にあって、結果として日本人が愛国心を失うっていうことっていうのは起こってしまってるってやっぱりありますよね。これはご指摘の通りと思います。その意味ではなるほど、軍隊持ってるところっていうのはまさに愛国心っていうのが基礎として出来上がってるわけで、その愛国心のもとにやっぱり立ち上がろうという気持ちも起こってくる。でそこでガナーさんが実際にインタビューされた時に感じられたこととして、彼らの持ってる愛国心っていうものの本質っていうのは一体どういうものなんでしょうか。国を守るために戦う、はい、そういうこと。はい、そうですね。まあここに来ての愛国心っていうのは何なのかって、まあ、いうご質問なんですけれども、やはりその、はい、身近に命を懸けてこの間の戦争に行った人が家族にいると、こういうぐらい、はい、その戦うっていうことがもう生活と密着しているわけなんですよね、こっちの方々は。そういう意味で、例えば自分の息子が戦地に行く、派遣される。何のためにじゃあ自分の息子は行ったのかとか、何のために戦ってるのかっていうのを家族の人たちは、まあ、考えるわけじゃないですか。そういう意味で、戦うっていうことはこれだけも身近にあるので、漠然と日本人が愛国心って何だろうっていう、まあ日本って今実戦戦う機会がないので、そういう危機感っていうのがとても離れた、一般には離れたようなイメージがあると思うんですけど、すごいもう生活の一部なんですよね。そういう意味で愛国心っていうのは何かってなった時に、もう国の代表が命をかけて行ってるんだというので、うん、国旗を掲げることですとかが、改めて問うというよりも、なんかそもそも当たり前というんでしょうか、そういう感じなんですよね。他にいろいろ考えてみますと、やはり愛国心、はい、まあ、アメリカっていうのは日本みたいに日本人が圧倒的な民族と違う国の起こり方がしているので、はい、白人もいれば黒人もいるし、ラテン系もいるし、アジア人もいる人、はい、こっちの人たちで伝統を重んでいる保守の人たちがアメリカとは何かっていうふうに語るときによくおっしゃるのが、はいはい、文化も違うし言葉も違う人たちがアメリカに集まって、それでも一つにまとまれたのはやはり独裁から逃れてきて、それでアメリカというこの自由の国を建国するっていうその建国の精神があって、それが国を一つに保ってきたんだと。でも今それを多様性っていう言葉ですとか、マイノリティ少数っていうもので分断工作が行われているから、はいはいはい、それこそがアメリカの建国の精神にとっての危機なんだっていうふうにおっしゃるんですよね。なので国体、日本の国体はやはり皇室になるわけなんですけれども、はい、それと同じレベルのアメリカの国体が今壊されようとしている。
ということで、そのアメリカを守ろうっていう意識を持って、こっちの保守の人たちはまあ戦っていると思います。大事なことですよね。そうやってこう戦うことが生活に密着してる。身内で実際戦地で亡くなった人がいる。だからそれだけに自分たちにとってこの自由の国のアメリカ、あるいは自分たちが独裁から逃れてこうしてアメリカっていう国を作っていこうとしたその理想、その理想こそが自分たちの国のまさに中心にあって、これをとにかく守っていくんだ、それを守るためにはまさに命を懸けてそれは守るに値するものなんだという、そういう意識をアメリカ国民として少なくともアメリカの保守の人たちっていうのは共有してるということでよろしいわけですね。はい。で、またこの建国の精神というのがやはりキリスト教のこの宗教に根付いておりまして、つまりこの自由っていうのが神から保障されているもの、神から与えられたものというふうに彼らは考えているんですよね。なので、はい、アメリカという国を壊そうとする人たちは、その根本である宗教を否定する。あるいはそれに基づいた文化を壊そうとしている流れになっていて、やはり、キリスト教文明破壊にも、まあ、つながっていることが、まあ、今起きております。私の後ろにクリスマスツリーがあるんですが、はいはい、クリスマスを祝うということ自体も、今、ポリコレっていうカタカナで言われるんですけど、ポリティカルコレクトネスっていうものがありまして、つまり政治的に、まあ、リベラルの立場から、左派の立場から良くないと思うものは全て破壊をするっていう運動があります。で、例えば、うん、メリークリスマスっていうのを言っちゃいけない社会を作ろうとされてるんですよ。ひどいですね、それまたね。私もこれ聞いてびっくりしたの。私はクリスチャンではないんですけれども、でもクリスマスってなんかプレゼントをもらえて、クリスチャンの人たちがお祝いをする。まあ、伝統としていいものじゃないですか。我々もクリスマスケーキを食べる習慣が日本でも、まあ、あるぐらい広い文化的なものなはずなのに、メリークリスマスということで、他の宗教の人たちに対する攻撃になるんだっていうふうなわけのわからないことを唱えて、それで、多様性を重んじるから押し付けは良くないんだ。だからメリークリスマスとは言ってはいけない。だから代わりにハッピーホリデーズ。ホリデーズっていうのはいろんな宗教の、まあ、お祝いをお祝いしましょうっていうことで、はい、まあ多様性とかあるいはリベラルの流行りの同調圧力でもってクリスマス自体ももう壊されようとしているんですよね。はい。多様性と言いながら、まさに先ほどおっしゃられた分断を仕掛けている。あらゆるものを破壊し、分断し、バラバラにしていく。絆を解いていく。という運動が、まさにリベラルの運動であり、それに対して、建国の精神そのものが神から与えられたものなんだと思っている保守の人たちが、何とかして国を守っていこう。伝統的な精神を守っていこう。建国の精神を守っていこう。多様性を否定するわけではない。否定するわけではないんだけれども、みんなで一つになっていこうよっていう。こういうものをアメリカの保守の人たちは、何とかして守っていこうっていうふうにしている。という理解でよろしいのかしら。はい。そうですね。このクリスマスを祝うクリスチャンの人たちも、別にその誰かにそれを押し付けようというものでもなくて、自分たちの宗教、自分たちの伝統を、この行うことは自由であって、それを制限されてはいけないと、こういう本当に当たり前のことなんですけれども、それ自体がいけないことであるかのように、これはなんて言うんでしょう、共産主義的、全体主義的考えに、今、まあ、押し潰されようとしてしまっているという状況になっております。その保守系の方々の思いっていうのは、多くのアメリカ人に共通しているものなんでしょうか、それともアメリカの中でも結局今そのアメリカの建国の精神を守っていこうとする人たちというのはいわば少数派になってしまっているんでしょうか。これは少数派ではありませんが、日本でも同じようなことがあると思うんですけれども、一部の少数の過激な発言がマスコミの力によってあたかも大多数の意見であるかのように言論空間を支配し、
そしてその言論空間を支配することによって、本当はそう思っているけれども、なかなか声に出せない。そして、その意見に同調するような大きな企業がそれに乗っ取って、社会を雰囲気作っていく。デパートに行ってもですね、メリークリスマスって言葉がないんですよ。あ、今もないの？もう飾り付けもないんですよね。ええ。ですか？そんな、先生も驚く。私も、あれっていう感じで、この間、このバージニア州の、ま、街中を歩いていたときに、クリスマスツリーの展示されている小さな通りがあったんですよ。はい、で、はいはいはい、よし、ここでメリークリスマスっていう文字を見つけてみようなんて、うん、もう、普通だったらそんなこと考えつかないんですけど、うんうんうん、今この状況だからやってみようかなと思って動画を撮影したんですが、うんうん、案の定メリークリスマスって20個のクリスマスツリーがあった通りだったんですけど、1個の、かろうじて1個、小さなこの飾り、オーナメントが見つかっただけで、あとはもうハッピーホリデーズとかしかないんですよね。なので、もう生活の隅々まで検閲、そして同調圧力、うん、これがもう浸透してしまっている状況です。なんか凄まじい管理社会になりつつあるような感じですよね。そうですね。私これまでこんなことって中国でしか起こらないと思ってたんです。習近平のことを、まあ習近平の悪口言えないから、向こうの人たちは熊のプーさんっていうふうに、代わりに表現したりですとか、うん、あるいは天安門事件のことも64っていうふうにもうネットにも書けないというふうにあったので、こんなこと中国でしか起こらないと思ってたんですけれども、でもこれと同じようなことがもうこの自由の国と思われていたアメリカの今もう起きている状況なんですよね。で、これをマスコミがほとんど報道しないもんですから、そしてそう言っている人たちに利があるような平和と多様性、グローバルな社会、こういう言葉で持って飾り付けられて、それが正義であるかのように独り歩きしてしまっていてですね、本当恐ろしい文化革命が今起きていると感じます。文化大革命なんてもうろくなことはなかったんですけどね、チャイナでもね。